はいどうも、キスケです。今回ね、シャドーバーストやっていくんですけど、使っていくデッキは噛んだで、使っていくデッキはネクロマンサーと、はい、デッキの中身がこちら、ゴブリン3枚、展開3枚、スカルビースト3枚、ソルコン3枚、幽霊屋敷2枚、よろめくフッシャー3枚、ハコンガ2枚、デモンイーター3枚、ベルヌス3枚、アンドレ・アルフス3枚、巨像が2枚、スパルトイソルジャー2枚、ボーンキマイラ3枚、デスタイラント2枚、ムクロノが3枚と、ムクロノネクロマンサーなんですけども、今回ナーフがあって、展開への階段がナーフされませんでした。結構ね、されるかな、されないかなってね、結構されるんじゃないかみたいな、結構噂が立ってたんですけども、されませんでした。ってことはムクロノが本当にティア1に食い込んでくる可能性が大いにありますよね。前回ね、原初とか、フェイスロイヤルとか、流行ってた時も、ティア2でね、ムクロノーは頑張ってたんですよ。で、その、環境2トップが今回ナーフされたんで、ムクロノーが本当にね、ティア1に食い込んでくる可能性があると踏んでですね、ムクロノーを今回使っていきたいなと思うんですけども、よろしければね、こちらでランクマッチもあるんで、動画の方を最後まで見ていってください。チャンネル登録、グッドボタンしてくれると非常に嬉しいです。それではランクマッチいきましょう。はい、お相手はネクロマンサーですね。ここね、デーモンイーター変えちゃっていいと思います。ハコンか、じゃあデーモンイーターの方が良かったんじゃないかなさあ、お相手がね、引き直ししなかったと、多分ね、ムクロノーだと思うんですよね。はい、ムクロノーだと思うんですよ、本当に。デーモンイーターが、ここスカルビーストですね。ムクロノーは引けてるんで、いかにね、やっぱり展開への階段を引っ張っていきたいなっていう感じですかね。ベレヌス、嫌ですね、ちょっと。これね、先行がね、非常に有利ですよ、やっぱり。だって、破壊されちゃうじゃん幽霊屋敷があるんで、その分ちょっとマシかなっていう感じがしますかね。ボーンキマイラ強いな。どうしたもんかな、これ。幽霊屋敷張って、幽霊屋敷張って、ここね、ちょっと処理に回った方がいいんじゃないかなっていう感じがするんですよね。ただ、ちょっとね、これは厳しい。ちょっとこれは厳しいですね。どうしたもんかな、これ。デーモンイーターでちょっと破壊してみようか。デーモンイーターで破壊して、幽霊でベレヌスを取る。巨像。悪くないね。巨像は悪くないですよ。やっぱり相手の盤面もね、処理するっていうことを考えて、動いていかないといけない。多分ね、ムクロミラーなんで、てかもうほぼ間違いなくムクロなんで、これはしっかりね、処理していかないとね、まずいんじゃないかな、ゴブリン。うわ、これ出てくるなぁ。出てくるあれ出てこない。おなんだが。じゃあもうこう。どうしようかな。ちょっと厳しいよなぁ。ボーンキマイラ、いや、これね、破壊しても意味ないんだよな、正直。正直意味がない。氷付けの巨像でちょっとね、相手との差をつけてあげたいなって感じなんで、ここはボーンキマイラからの、ソルコンで壊せばムクロノを出るんですけども、ねえ氷付けの巨像と出してあげることによって、やっぱり相手との差が出るんで、ここはね、ちょっと耐えようかな。ちょっとね、ちょっと耐えます。はい、ちょっと耐えてみよう。そんなに急がなくていい。相手展開への階段を置いているわけじゃないので。あれ、あ、うわ、これこれフェイスじゃん。フェイスやん。フェイスやな。じゃあ、うわー、マジか。そうなんだ。しか出てこないな。ここぶつけて、ボーンキマイラ出てくるじゃないですか。で、これも出て、ゴーストも出てくると。こうぶつけて、そうだな。デーモンイーターで割ってあげてもいいんだよね。
いや悪い意味ないか別に。いやちょっとでも打点になるなら割っておいてもね損はないかなっていう。いやでもこれぶつけないとダメだな。展開今展開起きてこれレッサーこうぶつけて、まあ、ムクロだなこれは。もうムクロ開け知らなんや出てくるんですね。マンモスとムクロの方がこれがね非常に強い。まあ相手あれなんでね、まあその疾走っていうかフェイス寄りのアグロネクロなんで、これはね結構返しづらいんじゃないかなと思いますけども、どうでしょう、どうですか。この88残ってんのは非常に嫌じゃない。うわー今回まあまあまあ仕方ないかな。まあムクロは残りますねこれで。まあスパルトイソルジャー貼って運んで処理して、まあ、進化がこう盤面一掃するっていう形を取ればまだね耐えれます。はい、まだ耐えれる。大丈夫大丈夫大丈夫、そんな心配することはない。あーいいねスパルトイソルジャー2枚、これはでかいぞ。どうしようかな。いやでもなうるさいよまあここ処理に回ることを考えればスパルトイソルジャー貼って でまあ展開への階段貼ってここね箱を進化します。うん、もう1枚箱とかあって、まあ、運効果発動しないけどね。うん、ここは運んで運を取ってあげて、このムクロはもちろん顔面ですよ。いやー強い強いですね。アグロか、ムクロじゃないんですね。ただまあこのスパルトイソルジャーは本当に壁になってくれるんででかいですよ。でしかも運とムクロを処理できなければあなたの負けです。はい、なんだファントムハウルでもネクロマンスが溜まってないんで2体しか出ないんでね、応答待ちルナちゃんルナちゃんルナちゃん切断ですかもしかしてルナちゃん切断すんのねえ。いやこれは勝ったかな。うん、スパルトイソルジャーもう1枚手札にあるしねえ、ムクロの方が破壊されるあれが浮かばないわこれはもう勝ちかな。うん、まあ多分切断でしょ切断かよおい、切断は晒すぞマジで。この人です、この人は切断中です、みんな覚えておいてください。はい、CNMP さん、はい、切断中ですね、お疲れ様ですカットかなもう切断しないでくれよ、切断するならもうシャドーバースなんてやるなよ、勝ちか負けなんだから、負けることぐらいあるでしょそりゃ。はい勝ちです。うん、切断中でしたね、勝ちですさあお相手はドラゴンですね。さ手札が手札がやばい、2回門が開いちゃうただまあ今の環境ドラゴンっていうのは多分ね、まあ、原初が採用してたとしても前みたいなね強さはないと思うんですよね。うん、多分ランプドラゴン寄りのドラゴンだと思うので、ここはねもう早急にムクロの方を出してあげて、ねもう盤面を制圧していかないと、まあその試合が長引けば長引くほどちょっとやっぱりこっちのね損になっちゃうので、ここはねベレンス、まあサラマンダーとかで焼かれちゃうともう仕方ないかなっていう感じですかね。うん、まあぜひともその展開が割れる前にムクロの方を出してあげたいかなっていう感じがするんですが、まあここはねブライジングでもサラマンダーでも焼かれちゃうので、アイラありがたい結構ありがたいなそれは。どうだゴブリン、おー開け死なないよ、うわー強えこれ処理できないぞ相手、だって進化権ないんだもん、強すぎー。どうすんのこれ、やばいやばいやばい。やっぱねムクロの方は最速3ターンで出してあげるのがめちゃめちゃ強いですよね。うん、これどうやっても処理できないだろう、大釜を置いておくっていうケアしか多分できないと思うんですよね。うん、これは強いこれは強い、あーやっぱりそうか、うーんまあ仕方ない。ただね8点はいくんで、8点は確定したんで、いやまあ10点いくんですけどね。なんかね引いてこれれば、あーデモンイーター、あーゴーリンか、まあこれね進化してこれ大釜取っちゃいましょう。うん、それがね一番いいと思います。はい、
そうだな、ベレヌス行って、ベレヌス進化して殴ってあげれば、アイラも取れますんでね、ついでに。これはね、非常にでかいですよ。非常にでかい。ベレヌスはね、やっぱこういう使い方がね、非常に強いですね。ここゴブリン出しちゃおうか。うん。で、ムクロで8点叩き込んでいくと、強すぎ。めちゃめちゃ強くないですか、これ。いやもう、環境取ってもおかしくないぞ、陶器。おお相手は諦めモードか。あーこれ10点いくからね、10点で次のターンわいやこれデーモンイーターダメだな、巨像しかないなこれ。仕方ないかなこれは。ただまあ相手も覚醒状態になったんで、まあ大釜が飛んでくる可能性があるんで、まあここはねしっかりと進化して10点叩き込んでおいて、まあデスタイラントは別に効果ネクロマンス20発動しなくても進化込みで5点出るんで、その圏内に入れておけば大丈夫です。全然お勝ちですねいやムクロがマジで強いぞ、本当に強い、マジで強い、やばすぎ。まあやっぱりランプドラゴンでしたね。現状入ってないのかな。まあ入っててもまあおかしくないかな。うん。はい。ここでデスターライントで、しまいと。いや、強っ。やばいね。やっぱり3ターン目に出してあげることが非常に大事なのかなと思います。勝ちです。強え。はい、お相手はウィッチですね。さあ、ウィッチ。今の環境、非常に超越ウィッチが増えてきてます。うん。だからね、いかに早く、ムクロの方を出してあげるか、これがね非常に大事になってきます。うん、やっぱり悪劇とかね、そういうのが溜まる前にやっぱりまあ巨像であったりムクロの方を出してあげるっていうのがね非常に大事になってくるので、ここはねちょっとねムクロが引けないとやっぱりねどうしてもきついですよ。うん、非常にきつい。ウィンドブラスト、なるほどなるほど、まあ仕方ないなこれは、仕方ない。虹字、あ、巨像2枚か。これ巨像貼っとくか、じゃあ。うん。いつでもムクロを迎え入れるように。巨像貼っておこう。うん。巨像貼っておきます。多分ね、これね、もう今流行りの台湾式超越ギガントキマイラなんじゃないの。どうせ。丸パクリでしょ？本当にそれさ、もう自分で考えてデッキを構築しなさいよ。でね、こうやってね。なんだ、うわこれでムクロの方が来たらめちゃめちゃ強かったのに、ここでムクロの方が来たら本当に強かった、マジで強い。この場面でムクロの方来たらめちゃめちゃ強かったんやけど、くそー悔やまれるな。ムクロの方をねやっぱりね、いかにして引いてくるかっていうのが大事になってきますよね。やっぱりマジコール強いですね、非常に強い。マジコールがやっぱり強いなぁ。ムクロ、カモン、ムクロ、おーい、ナイス。この盤面どうするこの盤面イラケ、死ぬもいいよ。強すぎなんだが、どうするこれ。どうする、返せるかこれ。5コス、PP5。ウィンドブラスト2発でも厳しいでしょう。あ、どうするどうするどうする。いや強いんじゃないのかこの盤面は。でまあデスタイラント進化で5点見えてるんで、まあね残ってくれればリューサルは見えるのかなと。うん、10の16でしょ。これだけで16点出るんで、2体だけで16点出るんでね、1体破壊されるぐらいならデスタイラント進化でリューサルは取れるんで大丈夫なんじゃないかなと。いやどうするどうする、マジックオール遅いんじゃない、大丈夫か大丈夫か。悪撃あんのかな、ウィンドブラストと悪撃で、まあ、2枚除去されるっていうのは結構嫌かなっていう感じはしますね。うん、さあどうする。おー、ウィンドブラスト7点、ジャスト。悪撃はないかな、どうだ悪撃なかったらすごく嬉しいんだけど、どうでしょう。さあどうだ、そうです、台湾式で使うからでしょうかそんなの。あーい気持ちよすぎ、これは気持ちいいわ。デスタイラントでリーザルト、あばよ、いやこれは気持ちいいわ。
なんかもう超越をもう超越してやったみたいなね意味不明だけど、うわー勝った、よし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 、超越ほんと苦手だけどこの盤面はねさすがに返しきれなかったかなと、はい勝ちです。はい皆さんお疲れ様でした。今回ねムクロのネクロマンサー使ってみたんですけども、今の環境ほんとに勝てる、これはネタ抜きでマジで勝てます。うん、やっぱり超越とか、コントロールヴァンパイアであったりそういうのが増えてきてるので、もう早急にムクロの王を出してあげることによってもう完膚なき完膚なきまでに叩きのめせると非常に強いです。やっぱりねムクロの王が苦手にしてきたフェイスロイヤルであったり、原初ドラゴンであったりがもう2つともナーフされたんで、本当にねティア1にね食い込んでくるような力があるんじゃないかなと、ランクマッチ回ってみて思いました。うん、で、体感的になんですけども、ロイヤルと、ね、このデッキの試運転、動画内ではないですけども試運転で回してみたときにロイヤルと3戦ぐらい当たったんですよね。うん、で3戦とも、マーズを採用したミッドレンジ型のロイヤルでしたね。うん、だからフェイスロイヤルはね本当に目に見えて、減ってきているのかなと思います。はい、いいですね。ただ逆に目に見えて超越が増えている、うん、ただ超越相手にも勝てるんだよっていうね、まあ、最後の試合もう完全なる上振れ、うん、運ですけども運も実力のうちと、はい、それではよろしければねチャンネル登録グッドボタンお願いいたします。チャンネル登録は画面右上の僕のアイコンからその他諸々動画出してますんでね、よろしければぜひご覧ください。それでは良きシャドーバースライフを、バイバイ。